地震雲とは大きな地震の前後に出現すると言われる雲である。特殊な形をしているとされているが、そのような雲と地震の発生の関連は地球科学や気象学、そして一般的な科学としてほとんどを認められていない。古くからの地震予知研究においては、誰かが前兆と思った現象の報告と地震の発生状況などを照らし合わせるなどして得られた経験則に基づいて、 研究や予知が行われた。地震雲もその一種であり、観測者にとって見慣れない、もしくは何らかの形で特徴的だと思われた雲をその対象としている。身近にかつ手軽に観察できる雲を対象としているため、一般市民が参加した観測、報告による研究も行われている。しかしながら、それら全ては民間やアマチュア学者による独自の研究である。 独自研究によって地震雲を説明するアマチュア学者や学説は多く発表されているが、地震発生の過程と観測される雲の発生する原因との因果関係は全く証明されておらず、科学的な根拠について説明する研究もそれほど多くはない。また、地震雲か否かの識別方法に明確な基準もなく、現状は地震予知の方法であると噂として広まっているようで、 ある。前日の通り、公的機関や学術団体は総じて地震の観測と地震雲と呼ばれるものに科学的な因果関係がないとする見解をとっている。日本地震学会は地震研究者の間では一般に関係性はないとされているが、関係が解無であると断言はできない。しかし過去の報告例は、 大地震の前にたまたま得意な形の雲を見たことで地震と雲を結びつけてしまう一方、地震が起きなかった場合には雲のことを忘れてしまうと考えられるとしている。気象庁はないと言い切るのは難しいが仮にあるとしても地震雲とはどのような雲で地震とどのような関係で現れるのか科学的な説明がなされていないとしている。大多数の科学者や政府、 行政の公式的な見解は、報告された地震雲とされるものの中には明らかに地震と関係のない雲も多く含まれており、その観測や報告は正確性について疑問が残る。上、地震雲と地震との関係性も明らかになっていないとしている。現状で地震雲研究は、その手法が科学的な統制を書いているとされており、わざわざ研究する価値がないと考える。 専門家がほとんどである。さらに、地震予知の可能性を検証したいとする者が、日本や中国などのアマチュア研究者の中にいる反面、地震雲は、オカルトや、疑似科学だとして、全面否定する意見もあり、地震雲の情報が、カルトや詐欺に悪用されているという指摘もある。近年では Twitter など SNS が発達したことで、マスコミや個人、そして一部のとんでも本作者が、 注目や利益を集める目的で、でたらめに取り上げることが多いとの声もある。現在のところ、地震雲の発生メカニズムについて合意が広く得られた。説明はなく、また雲の発言と地震の発生との間に、因果関係も明らかにされていない。しかし、地震雲発生メカニズムの仮説としては、例えば、有明海の地下500メートルの坑道の気温と湿度の、 関係の観測結果から考えると地震雲は断層付近の地下の歪みにより気温の異常増加が起こりそのような断層線があればその上で起こるとの説明を学べ大学がしているなどいくつかのメカニズムが示されている典型的な仮説としては震源周辺から発生する電磁波が雲の生成に影響を与えるというものがある地球の磁場や宇宙船 太陽風による磁場などがあるが、この仮説の電磁波は、それらの磁場の異常、または他の原因によってできた磁場によるものである。地震の発生前には、断層周辺に大きな圧力がかかり、その圧力によって様々な現象が起こると考えられている。岩石の中には圧力を加えると電磁波を発生させるものがあり、 大きな規模で圧力がかかると大きな電磁波と磁場が発生すると考えられている。また、圧力によって地中の磁性体が変成、変形して磁場を変えたり、岩盤の破壊や圧力変成による地電流の異常が磁場を変えたりすることも要因として考えられている。電磁波の放射によって地上にも磁場変化や電磁波放射が及ぶ。高エネルギーの電磁波は 気体分子をイオン化させるため大気中に増加したイオンが水蒸気の凝結核となって雲の成長を促進し地震雲が作られるとされている。また、磁場の変化の場合、強い磁場の中に半磁性体の雲粒や凝結核があるとそれが浮上することが知られており、このようなメカニズムで地震雲が作られるとされている。しかし、磁場変化や 電磁波放射の発生あるいは電磁波による雲の生成については一定の理解が得られているものの地下で発生した地場変化や電磁波射が厚い地面や大気という媒体をどのように通過するのかについては理解が得られるような説が出されていないそのため続説として扱われるにとどまっているまた人工的な電磁波発生源が多数あるにもかかわらずその電磁波によって 雲の発生が観測されていないのはおかしいといった批判もある。そして、雲の形状や高度を多角的に多くの観測点で観測すると、震源地の方位や地震の規模、日時などが特定できるとしている地震雲研究者がいるものの、その多くが経験則に基づくものであり、現時点では基本的な統計すらない。テレビ番組などでは、 ミノモンタの SOS シリーズの2005年9月30日の第4弾の中で科学的検証が放映されたりしたが根拠までは何も提示されていない。地震雲とされやすい体上の雲、ポーランドのズデイテン山地にて撮影された山岳波による連続も雲一般的に地震雲は気象現象として説明可能な雲と間違えやすいとされている。間違えられやすいものが県運。 鉱石雲、創石雲、飛行機雲などである。地震雲の形状はいずれも通常の雲とは異なるという考え方。逆にいずれも通常の雲と同一で発生メカニズムが異なるだけだという考え方。あるいはその両方であるという考え方などがある。一般的に地震雲とされる雲の特徴は以下の通り。地震雲の分類についてはいくつかのものがある。 広く合意を得られたものや、学術的な名称となったものではないが、一般的な例として一家に列挙。ありがとうございます。